おはようございます、こんにちは、こんばんは。バスツリー七市でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、立憲泉代表、減税減税と急に叫ぶのは無責任、即効性がない。立憲民主党泉代表がこれちょっと言ったみたいですね。まずこれ、今度ある補選のね、意気込みみたいなのがちょっと言ってますんで、ちょっと読んでいきたいと思います。はい。経済対策が遅く、物価高が進行し、国民生活が疲弊していることに対し政権の評価をする選挙だ。勝利して与党の緊張感のない政治を変える戦いにしたい。だそうですね。本当にね、立憲民主党の泉代表はね、マジで影が薄い。何やっているかもよくわかんないし、なんかこの人からのいい評価も全く聞かない。本当この人結構経済強いと思ってたけどね、本当全然ダメだね。何がしたいかよくわかんないよね。この減税減税って急に叫ぶのは無責任って、どこが俺には無責任なのかわかんないよね。即効性がないって、どれくらい即効性がないかもよくわからない。この泉代表の言う即効性ってのは何？1年2年半年3ヶ月ちょっとわかんないけど、そうかな、俺は減税した方がいいと思うけどね。ちょっとその先のね、記事読んでいきますね。所得税や消費税の減税を訴える声が与党内であることについて、減税減税と急に叫び始めるのは無責任、即効性がない政策で、それが経済対策というのは少し疑問、現下の生活を支える、政策という意味では減税では間に合わない。もうね、ほんとね、自民党最大支持母体って立憲民主党ですよね。もうなんでさ、こんなこと言ってんのって、誰にこれ言わされてんの、これ泉さん自分で考えて言ってんのかな。もう自民党がさ、減税減税って言ってんだったら、うちはもっと減税しますよ、もっと早く減税しますよ、こういう案がありますよとか、もっと財政出動しますよ、もっと経済対策しましょうね、もっと減税しますっていうのが通じなんじゃない。よくわからん。経済対策としては少し不思議って、いやお前がの方が不思議だよ、何言ってんだよって。減税が経済対策じゃなかったら、じゃあ減税って一体何なんだと。で、生活を支える政策として、という意味では減税では間に合わない。じゃあ何だったら間に合うんだよ、ちゃんと言えよ、何がしたいんだよ。例えば財政政策しますとか、減税しないんだと何するんだ。まさかさ、泉さん、お前金融緩和引き締め、金融引き締めとか言わねえよな、金融緩和いじくるとか言うね。ほんとそういうこと言い出すからね、この人たちは。マジでやばいね。ほんとさ、原口さんとか、ね、馬淵さんにね、代表変わった方がいいよ。ほんとマジでセンスねえわ。ここでさ、なんかまたね、豚みたいな枝野さんがまた写真出てくるとまた同じようなことになっちゃうんだけど、ここは次はもう原口さんか馬淵さんにね、ちょっと代表を変えた方がいいね。これじゃあずーっとね、自民党の最大支持母体は立憲民主党って言われちゃいますよ。いやー、これは頭痛いね。何なんだろうね、減税減税と急に叫ぶのは無責任って。無責任じゃねえよ、いいじゃねえか、一緒にやりましょうって。即効性がない、じゃあ何だったらいいんだよと。しかもこの記事のよくわからないところは、で、泉さんは何がしたいか何も書いてないんですよ。ちょっとね、泉さんが何したいか知りたいんで、知ってる方がいたらぜひコメントの方よろしくお願いいたします。以上、バスになります。緊縮財政をぶっ壊す。